はい、どうも皆様おはようございます。ハリウッド俳優のシャギーでございます。本日はですね、こちら、LX、ターミナル5、アメリカン空港のターミナルに来ております。これからですね、このコロナの時期にハワイに行ってみようと、家族でハワイに行ってみようということで、何を思い立ったか分かりませんけれども、これからハワイに行こうと思います。ただいまですね、セキュリティチェックを、ゲートのセキュリティチェック、チェックイン、フライトにチェックインして、ゲートのセキュリティチェック、セキュリティチェックを超えて、ゲートに、たどり着いたところでございます。死ぬほど大変だった。赤子2人でフライトに乗るのは、赤子2人と一緒にフライトに乗るのは、絶対にお勧めしません。めちゃめちゃ大変でした。汗だく。本当に大変だった。2歳以下の子供をね、連れて乗るのはすごい大変なんで、皆さん覚悟してください。特にアメリカでね、何のサポートもないですから。そんな感じで今日は、コロナ禍だけど家族でハワイ旅行、行ってみよう。ハワイ便満席でございます、めちゃくちゃ混んでる。大変。そして子供が2人、本当に大変でございます。そうしましたら、ホノルル国際空港に大変だったよ。これね、ベイビー2人とね、この荷物、とにかくもう初めての、初のハワイ着いたぞ。はい、ここがダニエル井上国際空港ですかね。はい、そうしましたね、ハワイ着きましたよ。初の、人生初のハワイホノルルダニエル井上空港ですね。こちら着きましたよ。いやでね、やっと空港から出られて、本当に荷物多くてね、しかもベビーカード途中でね、なんか預け入れしなきゃいけなかったりして めちゃめちゃ苦労したんですけど、なんとか着きました。もうね、コロナじゃないっていうね、あのなんか QR コードとかいろいろやって申請して、で10日間のクアランティー、ハワイの、隔離期間10日間に短くなってるんですけれども、そのクアランティーを免除してもらうというプログラムがあって、それでそのコロナのテストを受けて陰性だってことが分かってるんで、それを申請して、この隔離期間を免除になって、これからホテルに向かうところでございます。いや、大変だった。そしてなんかこの鳥たちも、なんだろう、すごい懐いており、はい、じゃあ着きました。ホテルの部屋に着きました。そのようなわけで、なんと海が見えるぞ。海が見えるぞ。海が見えるぞ。よいしょ。あ、なんかこんな、なんかベランダっていうのっていうか、すごいこの、うわ、下がめっちゃ見える感じで、いやーという感じの、こんな海が見えるお部屋に、来ることができましたよ。できましたけど、まあ海はちょっと遠目ですけどね、まあ見えるだけよしとしましょう。あっちがダイヤモンドヘッド。いやー、見えないね。これからじゃあこのハワイ初の、人生初のハワイを楽しんでいきたいと思うぞ。すごいね、プールだよ。わ、ボートが岸につけてるよ。マジで。おー、がっつりワイキキビーチです。お疲れ様でした。大変だったね、今日のフライトは。もう死ぬだぞ。大変だった。お疲れ様でした。フライトが大変だったんだよね。もうめっちゃ大変だったんだね。まさかのストローラーがマジで死ぬって感じでしたけどね。ハワイで最高の朝飯を食べたいということで、こちらに来てみました。ムスビこちらね、アメリカでは非常に人気があるのスパムムスビっていうね、おむすびっぽいスパムにで一緒にいるおむすびみたいなやつがあるんですけど、めちゃめちゃ人気があるというこのおむすびカフェ、
食レポ、ハワイで食レポ、美味しいはずである。最高の朝食をハワイで食べてみたいので。はい、じゃあそうしましたらね、買ってきましたよ、むすびカフェでこのね巨大朝食をまず出していきたいと思います。ベーコンチーズスパム、ベーコンチーズ卵スパムむすび2つ、うなぎ卵、うなぎ卵スパムむすび、うなぎ卵アボカドスパムむすび2つ、ベーコン卵アボカドスパムむすび2つ、頼んだアヒツナの具ですね。なんかご飯と具が別々にしてくれてるみたい。ツナ丼のあの、ポキのライス、アヒポキですね、すみません。アヒポキ丼の、中身とこちらがライス、明太おむすび基本ですよね。明太おむすび頼んでみましたよと。ボミーさんと一緒に食べていきたいと思います。ポキから食べたい、スパムむすびから食べてみようか。 OK、 じゃあそうしましたら、私がまずこのね注目のうなぎ卵アボカドスパムむすびちょっと食べてみたいと思いますよ。これ絶対うまいだろうっていうかね、すごいなんかもうむすび、そのスパムむすびの、スパムむすびのオリジナル元祖スパムむすびって感じのお店でしたんで、ね、お店もめちゃめちゃ忙しくて、店員さんもねすごい忙しそうで、詳しいことなかなか聞けなかったんですけど、めちゃめちゃうまそうでした。めちゃめちゃ並んでました。いただきます。うん、うなぎ、うなぎすごい、うなぎ、卵、アボカド、混然一体となって味の見本市。次、ね、これなんか食べないと全然ダメ。あ、じゃあどうぞどうぞ、ま、あのこれうなぎ、うなぎ食べてください。これうまい、やっぱりうまい、うまい、なんかハムとうなぎって、なるほどね。ベーコン卵チーズ、じゃあいってみたいと思います。うん、うん、ハムうまい、うまい、うん、うまい。そして次、アボカドベーコン卵、アボカドベーコン卵、ちょっとベーコンかぶってますね。またあの人気商品ばっかりだったんで迷ってしまいました。迷った挙句ちょっとかぶってしまいました。並んでるんですか？いや、作ってもらう、注文してから作ってた。いただきます。ベーコン卵アボカドスパム、うん、こっちのいいかも。チーズよりこっちのいいかもしれないですね。アボカドの方がうまいかもしれない。だ、うん、だ、だだだ、これはうまい。だ、こっち来てお願いします、うん、じゃあお願いします。だだ、何と何がどうした？チーズ、基本的にチーズとアボカドがベーコンの方が違う。あとはうなぎ、アヒポキ丼、これが美味しい、あのポキボールのツナ、別になってますね。これを惜しげもなく存分に注いでいきたいと思います。そしてこれを、ま、マグロの漬け、マグロしか入ってないこのポキ丼、マグロ丼って漬け丼ですね。要するに、要するに漬け丼になってきました。めっちゃうまそう。よし、アヒポキボールいただきます。うまいと思います。うん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 、めっちゃうまい、出ちゃった、めっちゃうまい、これは半端ない。うんうん、うまい。ただまあこれポキボールはいろんな魚が多分入ってると美味しいんで、うん、もしかしたらやっぱロサンゼルスのポキボールの方が実は、まあ、魚の鮮度は全然こっちの方が上ですけど美味しいかもしれないですね、うん、おにぎりの基本、明太子おにぎり、明太子おにぎりいただきます。これ朝ごはんですかね、食べ過ぎじゃない。この明太子どう作ったの、めっちゃうまい、明太がうまい、まあ、日本から輸入してるっぽいな。こんなうまい明太なかなか食わないよ。というわけで食べさせていただきました。一緒に入らないと、すごい、早く行
きいじゃん。あ、通ってる。あ、そう。ちょっと撫でてあげて。通ってるよ。多分ね。